クローフット山とは、共に北アメリカ大陸のカナダ国内に存在する山である。中央の山がアルバータ州のクローフット山。なお、左側に白く見えるのはクローフット氷河。カナダのアルバータ州に存在するクローフット山は、おおよそ北緯51度37分30秒、成形116度26分00秒に位置する。 なお、クローフット山の山頂の標高は3055メートルである。北東斜面にクローフット氷河が存在している。この山のクローフットという名称は、この氷河にちなんで1959年に命名されたものである。ただし、そうであるにもかかわらずクローフット氷河は縮小の著しい氷河の一つであり、この氷河の名称の由来となったかつてこの氷河に見られた形状は、 すでに誘拐して失われてしまっている。なお、クローフット山に初めて登頂したのは、まだクローフットという名称がついていなかった1950年のことでインクロムウェルと G. エンガルハードの二人パーティーによるものだったとされている。カナダのブリティッシュコロンビア州にもクローフット山が存在する。この山は北緯51度02分41分。 成形119度14分21分付近に位置する。abcdcrowfootmountainbivouec.com のサイトより2010年3月20日閲覧。クローフットマウンテンブリティッシュコロンビアジオグラフィカルネームズ2013年10月8日閲覧。ありがとうございます。